今日のゲストです。CBC の野球解説者小松親分小松達夫さんです。小松さんこんばんは。こんばんは。んんはえー、日本シリーズ、はい、どんなふうにご覧になってました。うーん、あっさりいくかと思いましたけどもね。はい、DNA 頑張りましたね。ね<ー>。インシやってましたね。そうですね。三<ー>戦ね、五戦、五戦目か。うん 6戦目も勝てたんですけどね、最後ね、9回の内川選手も見事でしたけどね、その前の8回の1点がね、あの判断ね、そうそう、あの判断がね、あれがなきゃね、あれが痛かったですね、あれが後で聞いてくるぞと思ってたんですけどもね、やっぱり勝うありましたね。で、終わってみればソフトバンク、強かったですという感じなんですけどね、皆さんからいっぱいお便りいただいてます、まずはベイスターズファンの方、ベイドラさんです。今年の日本シリーズが終了し 我がベイスターズはソフトバンクホークスに屈しました19年ぶりの日本一は逃しましたがここまでの戦いぶりは本当に素晴らしかったと来年は3位通過とはいえ日本シリーズに出場したチームとして泥棒試合に屈した阪神や相次ぐ主力の離脱で日本シリーズ出場を逃した広島から追われる立場になります。うん でそれ以上にドラゴンズだっていつまでもベイスターズのカモでいるわけにはいかないでしょう来年はそれこそ死に物狂いで挑んでくるでしょうと、はいまあ、そうあってほしいと思いますけど今年ね、ね実はあの、えー、対戦成績7勝15敗3分けで中日が最も勝てなかった相手が d n a、うん 広島ににはは勝ししてるんです、えー、です DNA 7勝しかできない <laughs> なかなか勝てない試合が多かったです,そうそうですね本当にで d n a にとっては最も負けなかった相手が中日ドラゴンズだ<ー>というこの関係ではあるわけですね <laughs> <ん>さあそして畳さんですそれにしても日本シリーズを見ているとソフトバンクはもちろんですが敗れた d n a ともドラゴンズは差がつけられたなということです若い目が着実に伸びているなと思いました球団がビジョンをを持ち計画を立て 動かしていかないと、万年 b クラスのチームになってしまいます。現場はもちろんですが、背広組の方にも本気で考えていただきたいものです。うん こんなふうに駒さんいただいてますその取りじゃないでしょうかそうですかね。まあ今年はドラフト見るとねそういう感じで取って取りましたけどもね高校生五人ですかはい。取りましたからねそういう意味ではしっかりと育ててほしいですよねそしてその組織のあり方これについてもこの後ねじっくりお話を伺っていきたいと思いますさあそして今日のドラマンリポーター西村さんなんですがはいよろしくお願いしますえこれも横浜の涼さんから 西村さん、はい、今日も取材お疲れ様ですはいありがとうございます一つ質問です何でしょう戦線中の放送で徳島インディゴソックスに西部3位で指名された伊藤投手の陰に隠れている投手がいると言ってましたねはいはいその投手はドラゴンズ育成1位指名された大倉明人投手でしょうか そうなんです <laughs> これがね、本当にインディゴソックスの候補、マネージャーさんから絶対に名前は言わんといてって言われたので、うん、本当に言えなかったんですけども、いやいや、あそこまで行ったら大体分かりますあの見事なスクープでございました、うんあの、ラジコで聞いてなかったという話を確認したので、うん、セーフと思って、この亮さん、ちなみに愛知学院大学の先輩、源田選手もドラフトをリアルタイムで見ていたようで、秋人が指名されたって喜んでましたよ、そうですか。 と正解だったわけ、ね、ありがとうございます。ね、ということです、えー。また頑張ってほしいですね。うん、ねそれとタ、えーゲンさん来年の日程が発表されましたね、うん。今日のオープニングでもご紹介しましたが、北陸での試合は2試合予定されているそうですが、岐阜での試合がなくなりました。毎年楽しみにしてたので残念ですと。ねそうなんですよね。西村さんちょっと教えてください。2018年度の日程が発表されまして、はい、ドラゴンズと地方球場でのゲームが全部で4試合ということになりました。うん、4月の17日豊橋でタイガス戦、そして5月の8日9日に 北陸でスバローズ戦そして7月の24日、えー、こちらは浜松でベイスターズ戦という4試合だけでして、うん、岐阜がないということになった、ね、あちょっと残念ですあただ、今年は北陸がなくて岐阜があった,った、うん、で来年は北陸があって岐阜がないということですから、うん、ひょっとすると、まあ、これ以降こういうふうな組み方になってくるのかもしれないですよね。あそうですかまあ分かりませんけどね,なるねはいということで西村さん、今日はあのシューキャンプのねめ、はい、をよろしくお願いします。ますドラゴンズの最新情報一 早くお伝えするドラバンリポート今日のドラバンリポーターは CBC 西村俊二アナウンサーですでは西村さんお願いしますはいお伝えします、はい、11月の1日から始まった週期キャンプですが昨日がお休みでしたので、うん、今日が第2クールの初日ということになりました、はい、あの第1クールからも常々申し上げてますがまあ、なんせ練習が長い厳しいと いう状況になってますけどね。なんか朝9時半でまた時間変更で早くなったみたいですね。そうなんですよね。はい、1> 第1クール途中からスタートは9時半ですというふうになりまして、<laughs> はい、今日も9時半にスタート。午前中の練習が終わったのが12時20分。うん、そしてその後ランチを食べて、午後の練習は私5時に名古屋球場を離れたんですが、えー、5時もまだやってると。 いう状況でした。はい。はい。ですので、まあ、第2クールも相当厳しいことになりそうだなというところなんですが、うんはい、その第2クール初日、うん、今日をもって、この練習を離れる選手が2人います。うん、誰かと言いますと、またよし投手と、えー、京田選手。 この二人ですね。ねそうなんです。はいはい、侍ジャパンの合宿が明後日から宮崎で始まって、うん、そのままあのアジアチャンピオンシップになだれ込んでいくということで、まあおよそ2週間チームを離れるということになりました。で、今日その二人の様子を見てますと、また投手は今日ブルペンに入って最終調整49球を投げました。変化球もきっちり投げてという形でしたね。うん、で、あの、実際に受けていたブルペンキャッチャーの中野さんに話を聞いてみると、はい、まああの、シーズンの一番いい時に比べると、やっぱりちょっと落ちている感は否めないと。うんうん、ただ、まあこの名古屋 野球場でこういう形で練習をしていてここまでもずっと練習積んできているまあ疲れもあるだろうし実際に侍のユニフォームを着てテンションが変われば多分また元に戻るっていうそういうレベルじゃないかなという話ですね、うんはい、はい。で、その又吉投手に今日練習が終わったと話を聞けたんですけれどもあのー、まずはその侍というところもう何としても勝ちにこだわっていきたいと あの、侍というのは、実際にこう、いろんなものを試したりとか、新しい球を持って行ってどうこうということではない、そういう場所ではないので、なんせ勝つことが全てというところにこれから向かうんですと。うん、ですので、コンディションというのは、整わないなんてことは言ってられませんと。うん、これまで日本シリーズクライマックス戦ってきてという選手たちもいる中で、自分だけがコンディション無理です、なんていうことは絶対に言えませんので、まあそのあたりはちゃんとやってきているつもりです。はい。 いう話でしたね。で、あの、稲葉監督からは守護神もというふうに言われてますけれども、うん、あの、そのあたりは、正直あの、僕でどうこう言える立場ではないし、そういうふうに言っていただけるのであれば、まあそれを故意に感じて、3試合求められたところでしっかりと役目を果たしていく、そして勝つということが、 もう当たり前なんじゃないですか<え>というふうに、むしろ我々がこう、悟されるようなぐらい、かなり気合いに入っているという、又吉投手でしたね。小松さんちょっと伺、はいます。小松さん、あの、稲葉監督がね、<え>そうやってして守護神で使おうとしているということ。うん、あの、本人にとっても、例えば来年、もちろん田島投手が最後抑えるんでしょうけども、田島投手が例えば怪我した場合とか、うん、不調な時っていうのは、いつでも取って代われるぐらいの感じで、こういう経験ってすごく大きいんじゃないでしょうか。いいんじゃないですかね。ねまあどうん。またよしはどうでもできるんじゃないですか。先発もできますしね。<laughs> <laughs> オールマイティ、ねですね、<laughs> なるほどね。はい。で、その又吉投手が期待をしていることっていうのは、うん、やっぱりこう、オールスターもそうなんですけど、いろんな球団のいろんなチームの選手たちが同じユニフォームを着て戦う。という中で、いろんな話を聞けると思うし、実際にその、この選手にこの話聞きたいなと思っていかなくても、練習を見て、で、ちょっと喋ってる感じを聞いて、あ、こいつから盗みたいなっていうものが見えるそうなんですね。うん、ですので、そういうところでいろんなものを見て、いろんな話を聞いて、何かを吸収して帰ってきた なといいいうう気持ちが非常に強でですという話でした、ねうんね、せっかくのね、ジャパンのユニフォームですからね。そうなんですよね。盗めるものは何でもっていうね。そうです、ね、はい。全てがいい経験だと思いますね。<ー>はい。そしてあの、オーバーエイジ枠という今回ね、ちょっと年長者としてメンバーに入ってますので、はいはい、これリーダーとしての役割も期待されるんですかという問いに関しては、いや、全くそんなことは考えてません、うん。正直、今のチーム状態で選んでもらっている以上は、他のチームから来る選手はみんな自分よりも実力が上だと思ってます。 ですので、あの、自分がリーダーをするしないではなくって、なんせそういういろんな経験を積んで帰りたいという話でしたね。はいはい、ですので、その又吉投手も非常に楽しみというところでもあります。うん、はい。で、もう一人の京田選手なんですけれども、うん、京田選手はまだ現在目下練習中だったということもありますので、話を聞くことはできませんでしたが、うん、今日はしっかりと練習をこなしてました。で、東内連休から、東内連携からしっかりセカンドに入って、うん で、ノックはショートで受けてという形で、うん、まあ、あの、侍ではセカンドをやることが濃厚だというふうに言われてますが、そのあたりの準備ももう万全という形でしたね。はい。そして、あの、この周期キャンプ、えー、第一クールの途中から、福本豊臨時コーチが、 やってきて、え、あの、走塁の極意であるとか、うんうん、あとは今日は、あの、外野手に守備を教えたりとかいう瞬間もあったんですけども、うん、あの、そういうふうな形で獅子奮闘で動いてもらってるんですが、その福本臨時コーチの下で、しっかりと盗塁の極意、今日はね、あの、スタートの時の構えですね。うん、で、体重の、どこにかけるかということをひたすら話し合っているような、うん、そんな時間が1時間ほどありまして、はい、ですので、そういうところで盗塁の極意というのも学べたんじゃないかなというところですね。うんねうん、はい。で、その福本豊か臨時コーチなんですが、 実は、今日11月7日が、 70歳のお誕生日ですよ。ええ。はい。あの、名古屋で迎えることになったんですよね。で、一応あの、我々取材陣も、あの、そのケーキをちょっと準備したりとかして、あの、ま、お祝いをしましょうということで、その福本コーチの前にお昼ご飯の後でですね、ちょっとケーキを並べたりして、写真なんか撮ったりしたんですけれども、その福本臨時コーチ、3日間のま、役割を終えて、今日で終了ということになるんですね。三3日間の臨時コーチだったんですそうなんですよ。そはい。で、それでま、結局ドラゴンズどうでしたみたいな話を聞いてみたんですが、 あの、正直ドラゴンズ、走れる人はいっぱいいますと。ただ、盗塁数というのがなかなか、こう、数字にならなかった、少なかったんだよねと。で、ま、なぜかなといろいろ考えてみて、お話をしたことは、試合の中で練習をしなさいと。 いうふうに伝えたそうです。あの、絶対に決めなきゃいけないというがんじがらめで走るのではなくて、試合の中で、あの、ケースバイケースで、あ、こういう時走れるなとか、このピッチャーの盗めるなとかっていうことを、試合の中でしっかりと得得をしていきなさいと。で、それは一軍だけではなくって、ファームから経験をさせなければいけないということなので、選手たちはもちろんですが、やっぱり首脳時に対しても、そういう足の速い選手どんどん使ってチャンスを与えようというようなことも、どうやら進言したようですね。はい。 で、京田選手に関しては、やっぱりこれから伸ばさなあかん存在であると。2>, うん、2年目足だと。うん、で、ただあの、出塁できればもっと走れると。あの、京田選手は本当に今シーズン三振も多かったですし、はい、フォアボールが少なかったので、はい、そのあたりでもっと2に、にその三振、フォアボールのうち、2つのうち1つ出塁をしていれば、うん、あの、盗塁はもう余裕で34時まで行くと。はいはい、なので、そのあたりをもうちょっと考えながらプレーできるようになればいいかなと。うん いうことですが、まあ、他の選手に比べて、あの、他の選手を含めても、思い切りがない、勝負できないではなくって、走塁、うん、盗塁というものに興味を持って、これからも取り組んでほしいという、そんな話でした、ねうん、わかりました。はい。えー、この他のニュースはまたおさらいで、ね、はい、おさらいでお伝えします。いいいますはい。以上、ドラマンリポート、CBC 西村俊二アナウンサーでした。 ドラゴンズファクトリーはドラマンリポーターによるこぼれ話。火曜日は西村アナウンサーが皆さんからお寄せいただいた取材依頼にお答えすることになっております。では西村さんまたお願いします。はい。今日はいただいたメッセージに対して選手に聞いてきました。はい、え横浜市のりょうさんからいただいたメッセージです。うん、ぜひ、三つま選手にこんな質問をお願いします。 筋トレをしている三つ選手、自分もやっていて三角筋を大きくしたいんですが、三つ選手おすすめのトレーニングはありますかまた、プロテイン以外で取ったもの、良い食べ物があれば教えてくださいと。ということで、<ー>あの、トレーニング入門みたいなメッセージをいただいたんですが、<ー>あの、実際に三角筋をどうやって鍛えますかという話、というのは、まあ、いろんな、こうね、書物などにも出てますので、うん、そのあたり、ま、ご自身で効果的な鍛え方を調べていただければいいんですが、うん、三つ投手になぜ筋トレをしているのか、うん、そしていつから始めたのか、というところをちょっと、うんはいはい 聞いてみまあの、皆さん、三つ間投手というと、本当にこう、体が割とマッチョな、大きなというね、イメージがあると思うんですが、実は三つ間投手、大学時代までは、体重が70キロ台だったそうです。今は90キロあるそうなんですが、70キロ台。で、今のドラゴンズのピッチャーで言うと、佐藤優投手、あとは育成の浜田智弘投手、線の細い、スラッとした選手でしょうね。そういう感じだったんです、という話を聞いて、ちょっとびっくりしたんですけども。じゃあ、なんで、 筋トレを始めたのかというところです。あの、水間投手、高校時代に、県大高崎高校というね、今、甲子園の常連になった群馬の高校に通ってました。肘、膝というところに怪我が非常に多くて、うん、正直、中学高校と、 6人野球をやったという記憶がないそうです。ずっと怪我という状態だったそうなんですね。ですので、その怪我を治さないことには野球ができないということに、ようやく自分で体で気がついて、だったらば、もう体を強くしなければ仕方がないということで、正直仕方なくウェイトトレーニングを始めたというのがきっかけだったそうです。で、その佐藤優投手のような、こうね、しなやかな、さわや、あの、細身のね、 体がどんどんと大きくなっていったそうなんですが、やっぱりあの大学でもご自身で勉強をして体質を改善したりとか脂肪を少なくするというトレーニングを積んだ結果、うん、あのような体にだいぶ近づいいた。はい、もう一つ筋トレを続けた理由というのがありまして、自分の体というのが結構すぐに細ってしまうタイプだそうです。うん ですので、そのベストの体重をキープするためには、筋トレをし続けなければ、すぐにまた痩せた元の体に戻ってしまう。ということで、プロに入っても、このオフの期間も、去年のオフも聞いてみると、12月からもう正月もほぼ休みなしにずっとジムには通ってるそうなんですよ。はいはいはい ですので、そういうことをしないと、やっぱりプロ向きの体になれないと。いうことで、筋トレを続けているというのがもう一つ。で、さらにもう一つあるんですけども。えー、大学を卒業した後、独立リーグに行きましたが、うん、この独立リーグで、休息を何とか早めれば、お前プロに行けるぞという信言があったそうです。うん、NPB に行けるぞと。ただ、その現状は休息があまり早くない。だったらどうすればいいか。もう筋肉をつけるしかないだろうと。いうことで、ここもすがるような思いで、筋トレを励んだと。うん いう、この三つの理由があって、筋トレを続けて、今のあの体ができているそうなんですね。ですので、うん、あまり食べ物とかもこう気にしているわけではなく、うん、この日々のトレーニングとプラス練習であのような体ができている、うん、ということだそうです。そうです、ね、はい。小松さん、このピッチャーの筋トレってことに関してはどういうふうに思われますかうん、我々の頃はあんまりやらなかったんですけどもね。ちょっとだん、 軽いダンベル上げたりはしてましたけどもね。まあ、小松さはね、もう天性のその背筋とかね、はい、そういうのが、やっぱりすごかった人ですから、うん。うん。ちょっと使わない筋肉とかもあるんでそうな、つけちゃいかんとこあるんですよ、ち<ー>ね。はいはい、そこをつけないようにしてほしいですよね。そこが難しいところですね難しいとこなんです、はい、専門家に聞いてね。はい、は,いはい。えーはい ですからそのあたりもドラゴンズのトレーニングコーチとかに話を聞くと、うん、やっぱりあの、自分がどういうピッチャーを目指したいかによって、つける筋肉が違うし、うん、つけ方が変わってくると。うん、例えば三つ投手、速い球を投げて、1イニングをバシッと抑えますという、後ろに回ってくる勝利の方程式のようなピッチャーならば、うん、今の体で十分です、うん、で、なんならもっとつけて、もっと急速上げたっていいと思う。うん ただ、先発関東を目指す、今シーズン先発もやりましたけども、はい、そういう風な形だとするならば、スタミナをつけなければいけない。<ー>だったらば、走る練習が必要である。あ<ー>そういう走る練習をするときに、たくさんの筋肉があるということは、ともとしともすれば、デメリットになるケースもある。あそ,うそうか、そうか。 やっぱり短距離走と長距離走では違うということなんですよね。ですのでそこをどういうふうに本人がどこを目指しているかというところにフィットするのであれば今のトレーニング法もありだと思うけれどもそうじゃないとするならばちょっと考えてもいいんじゃないかというような話も聞こえてきました。はい、ですのでこのうさんも今後どういうふうに自分が生き,ていか生きたいかを考えて筋トレを続けていただければというふうに思います。こ、は、こ、い、こんんななふううにあのご自身の経験を、ね、あの生かししてててということいいいいも含めて取材以来こんな話聞いてほしい とどんどんそうですね。はい。ということで、回答者は CBC 西村俊二アナウンサーでした。りょうさん、ヨの横浜のベイスターズのファンの方なんですけども、まあ日本シリーズ盛り上がりましたね。横浜大変でしたよ。自分の通っているジムではいつも DNA の試合がテレビで流れています。うん、かっこその時自分は CBC ドラゴンズナイターを聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、ドラゴンズマンか。で、今回のクライマックス、日本シリーズは普段試合が流れても、 野球なんか興味ないわ、みたいな人も、トレーニングそっちのけでみんなテレビに釘付け、うん、野球ずから見ると、普段からも注目しろよなと思いますが、これをきっかけに、さらなる野球人気が出ると嬉しいですと。そうですね,ね。本当に野球人気が増えそうな試合を見せてくれました。はい。ということで、ありがとうございます。さあ、西村さんどうぞ。はい。えー、緑区のカットバシトバシ,バシさんからいただきました。えー、今日は立冬、暦の上では今日から冬が始まりますが、うん、名古屋球場の周期キャンプ、今日は暖かくキャンプ、 日和でしたねねとい,ただいてます、ねうん、本当にあの、今日、名古屋球場あったかくて。え、あの我は、我々、我々も薄手のダウンだったりとか、ジャンパーみんな持ってるんですけど、うん、記者もね。あの、ほとんどみんな脱いで、という形の取材が続きました。うんはい、で、そんな中で、今日、NPB から来シーズンの日程が発表されました。日程を見ながら来シーズンの観戦予定を立てるのが非常に楽しみです、といただいてますね。うん、交流戦の札幌ドームの日ハム戦、週末にあるので、今から札幌遠征に行って、清宮選手を見に、見てこようかな、なんて考えてます、というようなメッセージもいただいてます、ね。なるほどね。はい なちゃんどうぞ。はい。南区のコードネーム N さんから小松さんに2つの質問をいただきました。1つ目です。ドラゴンズのドラフト選手の中で一番注目している選手は誰でしょうかうん、やっぱり1位の鈴木くんですね。実際見てみたいですね。見たことないんでね。鈴木宏と。キャンプで早く見てみたいですね。なるほど。はい。それでは2つ目いきます。戦力外を受けた中で気になっている選手はいますかといただきました。 ¡Mmm! ちょっとメンバー紹介しましょうか。ラズですかはい。言っていいですか赤坂選手、八木投手、岩崎選手、武藤投手、古本選手、野村投手、金子選手、岸本選手、赤田選手などいらっしゃいますね。武藤がちょっとやっぱ気になりますね。もともと力あった選手ですからね。体の力もあるしね。はい。なんか横浜がなんか、興味横浜でしたっけあの、新聞に載ってましたね。DNA がね。うん、取るようなこと書いてありましたけども。力はもともとあるんでね。はい。 う,んうまくいけば使えるんじゃないかと思うんですけどもね、うん。あとね、トライアウトに出るような選手ね。うん、そうです、ね。ぜひ、どっかね、はい、あの、オファー来るようにねう、えー、頑張ってほしいと思いますけどね。はい、ちなみに赤田選手はもうすでにチームスタッフとしてドラゴンズで動き出してますのでね。うん、あ、そうかそうかえ。そうですね。はい、えー、こちら、バッテン中川さん。こちらはあの、ホークスファンの方です。ほうほうはい。えー、日本シリーズは我がホークスの日本一でした。連敗した時は、このままひっくり返される。 かと、えー、ハラハラしましたが、いい試合を見れて幸せでしたと。うん、さて、来シーズンはホークスとの3年ぶりの名古屋ドームでの交流戦ですが、もう皆さん日程もご存知、ねで,ね、で,です。ねうえー、また、このオフシーズンもよろしくお願いいたしますと、こちらこそお願いします。あの、えー、バッテン中川さん、えー、今日はですね、この後のコーナーで、ホークスから我々ドラゴンズが学ぶことと題しまして、うん、小松達夫さんにいろいろお話を伺ってまいりますので、はい、ぜひバッテン中川さんもお聞きいただきたいと思います。代わってこちら。 ドラゴンズの今を様々な角度からご紹介するドラゴンズスペシャル火曜日はこちらですドラマズバリ解説毎週火曜日の今日は CBC の野球解説者によるドラ玉ズバリ解説今回は小松達夫さんに2年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクを例にとって強い組織って何だろうと、えー、これをテーマにお話を伺ってまいります、はい ま、小松さん、あのー、日本シリーズ見てても感じたんですけど、改めてソフトバンクの層の厚さとか、うん、あるいは若手が育ってるなっていうのを、うん、あの、冒頭のお,てお便りではないですけど、それ感じましたね、やっぱりね。そうですね。えー、ここ何年かでドラフト1位選手が入ってますけども、うん、ま、ゆっくり、ね。 してくれればいいって感じの、か、うん、ですもんね。そういう形ですね。うん、あの、じっくり育てるという形にはなってますね。うん、そ,うそういった人たちはね。えー、で、その一方で、育成の選手が頑張っていたりする。そ、ね、えー、その典型的な例が、日本シリーズ、ソフトバンクの一戦、二戦、三戦、三連勝は、えー、千賀、石川、石川と、勝利投手、この、ね、育成出身の選手が、勝利投手になったわけですよね。 千賀、ね、なんか、蒲り出身ですからね。ああ、そうですね。<ー>あの、<ー>例のね、スポーツ用品店の方が、<ー>あの、面白い選手がいるっていうことで、と、うん、いうことでね、見つけたということなんですけれども。はい。えー、そして、一方で、やっぱりあの、えー、お金も、あの、ソフトバンクやっぱ使っている。で、うん、その、えー、いい代表が、まあ、セリフで言えば巨人ですし、うん、パリフで言えばソフトバンク、うん、まあ、資金力のあるこの2チームなんですが、ただし、例えばあの、 え、ソフトバンクの場合は、ロッテからデスパイネ取りましたね。うん、それから、あの、西部から、まあ、かつては広島にいましたけど、サファテを取って、この二人が、投打で活躍で、はい。MVP ですからね、したでし、ね、ょ。えー、で、一方、ジャイアンツの方は、あの、それなりにお金も使い、はい、選手をいろいろ集めたにもかかわらず、えー 残念ながら、まあ、いろんな、まあ、まあ、アクシデントもありましたけれども、うん、あの、活躍があまりできないという形になっている。このあたり、あの、え、この選手はどういう能力かっていうだけじゃなしに、キャラクターだとか、それから過去のその、怪我の履歴みたいなこと、うん、そこら辺もしっかりソフトバンクって、情報も発達してて、調べ上げてんじゃないかなっていう、その情報力みたいなものも感じるんですけどね。うん、まあ、それもあると思いますしね。ねまあ、ジャイアンツ、FA で入った選手っていうのは、 あんまり活躍してないですよね。まあね。うん。そうですね。西ーから片岡。<laughs> はい。もう一体、セーもう一体ですしね。えー、やっぱりジャイアンツへ行くとプレッシャーがあるんじゃないでしょうかね。ああ、それもありますからね。うん、ジャイアンツってやっぱり人気球団ですからね。えー、ねうん。ね。かとか苦しみましたもんね。うん、戦力家になりましたけどね。うんうん ですからまあまあそういう意味でもいろいろこうネットワークとか人脈とかね、そこら辺もあの組織としてあのしっかり調べ上げて、で、そして獲得に行っている。で、高いお金も出しているというような感じもします。で、その一方で、その先ほども言ったその、えぇ、千賀とか石川じゃないですけれども、え育成の選手をしっかり育て上げて支配下にして、そして一軍でバリバリ活躍すると、うん。数が多いですからね、やっぱ去ンとソフトバンクがね。実はですね、あのソフトバンク今年の 数字見ると、支配下選手が65人、育成が23人、うん、合わせて89人。そんなにいるんですで、一軍の支配下登録って28人ですよね。えー、っていうことは61人が余ってて、この人たちが実は2軍とさらに3軍というふうに振り分けられているということなんです。2>, 2軍だけだと、やっぱり試合数も限られてますから、 その育成選手が試合出れないんですよね。そうなんです、うん。だから三軍制作って、そのバスでいろいろ移動しながらね、いろんなチームと練習試合やるんですよね。はい。ジャイアンツなんかでも三軍制あって、名古屋までバスで来ますからね。まあそういう、あの、言ってみれば差別化をしていると。うんえー 悔だからアメリカはそうじゃないですかね、バスで何時間もアメリカなんかね、ドジャース参加に何球団下にいるかですよね、もう2軍、3軍、4軍、5軍、6軍、7軍、8軍ぐらいまでいますから、1A だけでも3チーム持ってたりしますから、ドラゴンズでもね、やっぱり育成選手が試合出れないってこと聞きますからね、試合出て、やっぱり覚えていくこといっぱいあるんだよね、試合をやっぱりやらないとね。去年、この番組でね、要するに両の若手選手と電話をした 時に某選手ががなななかなか出番がないんですと確かにそうですよね。あの、育成の選手ってなかなかやっぱり、その二軍の試合にも出してもらえない、あるいはスタメンなんてとんでもないぐらいの感じの扱われ方にもなっていると。で、それに対して、ソフトバンク、あるいは巨人なんかは二軍、三軍があって、で、実は駒さん、これ、あの、調べてみてびっくりしたんですけど、ホークスベースボールパーク筑後という素晴らしい施設があって、二軍の球場と三軍の球場、 あの福岡からだいたい五十キロの距離にある郊外の、まあ周り割と田んぼがあって。で、あの、えっと、何、コンビニまで、何十分もかかるというような。ポツンとその球場があって、そこにも量が九州新幹線の駅のところですねちょど。そうそうそう、えー、すごい広大な設備ですよね。そうなんですね。えー で、量は立派なんです。で、球場も立派で、2軍と3軍の、うん、あの、球場があって、それぞれ試合ができる。で、3軍なんかは、それこそ独立リーグとか、韓国まで遠征にまで行って、というような感じで、とにかく試合数、3軍の選手も、試合に出られるようにする。選手ってやっぱり、小松さん、試合に出てこそうでしょう、うん。試合でやっぱり出なきゃやっぱ覚えられませんしね。はい。うん。やっぱり、ソフトバンク王さんっていうね、しっかりした人はいますからね。うん。うん ちゃんとホークスターン作ってね。はい。そうするとやっぱり周りの人もやっぱり応援しますしね。ね。うん。ということで、こうやって考えると、ただし、それにはお金がかかりますよね。うん。二軍と三軍、そうやって球場が二つある。うん、そして三軍の遠征、えー、何ですか、あの、 運営費だけで、三、はい、軍の運営費だけで3億円ぐらい使ってるみたいです、ね。ええー、そんなにですかということはソフトバンクってなんか一人の選手にね、例えば大きな金額を出してるように思いますけど、はい、まあそれもあるんですけれども、うん、あの、一人の選手にどうのこうのんじゃなしに、組織として全体、あの、資金を、まあ投資しているというか。うんやっぱり金のある球団はやっぱり、 そう、なりますよね。やっ数値当たるでね。あの、なんかちょっといいものあれば取ったけど、とりあえず。もう大化けするかもわからないから、はい。いうので取ってると思うんですよね。ジャイアンツもソフトバンクもね。今年はジャイアンツ育成8人取ったでしょああ、そうですね。ソフトバンク6人取ってますからね。ドラムズ2人ですから。はい。ソフトバンクの、あの、元の監督の秋山幸治さんが、えあの、亀沢。 育成で3年間ですか、はい、ソフトバンクにいた選手が中日に来たらレギュラー取れるというような形になってるでしょう。うん、実はその亀沢についてはやっぱりいい選手というのは分かってた。うん、ところが場所がなかった。出番がない、ね、<ー>出番がない。<ー>というようなことで結局中、まあ彼にとっては本当に中日に来て良かったわけですけど、うん、それだけの層の厚さ、それにはやっぱりあのきっちり選手を集めてそういった設備を用意して、 いうことが大事になってくると。まあ、そうですね。お金がなかったらね、じゃスポンサー、つの、つの,のとかね、うん、やって、やほしいですけどもね、ドラゴンズのいうことが大事になってくる、うん、ということですね、えーはい。今シーズンのドラゴンズの名場面を選手別に紹介しています。今日はこちらです。またよしかつき プロ入り初完封第1球を打ち取った、ファーストゴールだ、ファーストボールを掴む、一塁に突走する一塁、踏んでアウト、ゲームセット、試合終了、3対0、また吉しが、プロ初完投、初完封そうです、ね。とにかく低めに、えー、集めれたかなっていう、ただファーブルがちょっと多かったので、えー、今日はもう、今日はだけ調子に乗って、明日からまたしっかり頑張ります。 結局、この日、えー、またよ投手は9回125球を投げて、飛安打4。フォアボールが多かったと言ってましたけど、与えたフォアボールが4つ。奪った三振が8つ。失点自責点0。うん、プロ初完封勝利を挙げてます。えー、実は、えー、リリーフでもちろん今シーズンもスタートしているんですけど、はい、4月の13日にプロ初先発。うん、8回を投げて失点2という内容。勝ち負けは関係ありませんでした。その後、4月27日、先発3試合目で、えー、先発初勝利 ということ。この時には7回を失点0で抑えてます。うん、そして6月6日、この日、えー、プロ、初、えー、プロ先発、えーえー、8試合目ですね。うん、8試合目で初完封を挙げた。こういうことになるわけです。はい、小松さん調べてみると、先発9試合で3勝0敗、うちクオリティスタートが7試合。 9試合のうち7試合がクオリティスタート。3勝0敗、防御率が2.63というのが先発での数字。リリーフは41試合で5勝3敗、21ホールド、防御率1.49。どっちも結果出してます。<笑><笑>ね、そうなんですね。ね。うん。カチュンあるピッチャーですしね。カチュンありますね。誰かと偉い違いですね。 ソブエですかでもソブエさんやっと今週ですね。ソブエさんこのスタジオに来てね、これまでどれだけぼやいてたか。ね。そうですよ。今年、確か放送してたと思うんですけど、は。いはいはい。あ、初勝利だって感じでしたからね。何年目だって感じでしたからね。それに比べて、又吉さん、1年目からガンガンですもんね、勝ち星しそうなんですよね。はい。1年目9勝1敗ですか、確かね。怪盗ルパンって言われてましたもんね。あ、そう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 。白星取ってくね。はい。 ということで。で、どうします小松さん、これ。今年は、踏んで、あの、このポナの後一試合先発やって、その後もう中継ぎにまたずっと戻ってるんですけどうん。本来は先発やりたいんじゃないかと思いますけどもね。あ、本人は。うん。一週間一回投げりいいんですからね、今。 あまあまあまあね <laughs>、えーああ。毎日スタンバイするよりはね。そっちの方が長生き、長生き、長生きじゃないですか。長長生きしますからね。<laughs> うん。えー、またよし向,向きとしてはどっち向,向き、向いてるんですかど,どっちも向いてるんじゃないですか、ね。<laughs> ああ <laughs> さっきのあれですか。<laughs> えー、もうオールマイティーということですかね。本当、えー、にどっちも結果出してますからね。<laughs> ああどっちっていうことはやっぱり言えないですね。 先発も中継ぎも、その中継ぎもセットアッパーも、抑えもできるぞという感じですか。か選手、毎日使いたいっていうのも分かりますしね。ああ<ー>。うん、ピッチャーの二刀流ですね。そうですね。ピッチャーの中の二刀流。ああ、あるいはコピーロボットを用意して、先発又吉と中継ぎ又吉っていう二人欲しいです、ねうん、あ本当にそうですね。えー、<laughs> まあ我々の、ね、やってた頃はね、先発やって、後ろやったりとかやってましたからね。あ,あそうですね。うん、はいはい。うん。 そういう感じの選手ですね。ねえ、うん。これはまた来年のことになると、あの、先発がどれだけ。先発は足りなくなったら先発やるじゃないですか、また。ということも、またありうるんですかね、うそういう時はう。ちょうどこの後にね、あの、ドラフト1位、トリオンが、はい。揃ったんですよね。あ、そうか、それで、リリーフに回るようになったという。ああ、そういうこともあるわけですね。ああ<ー>。じゃあ一番いいのはやっぱりその、リリーフじゃない、3人の。はい。 ドラフト1位選手が開幕から来年はしっかりやってもらって。ねうん、後ろ3人がしっかりしてくれたらね、まず先発やったり、はあ。で、また吉田島で盤石のリレーでいきますか、えー、ということですかね。はい、はい。明日もまたまた吉投手でお送りしたいと思います。以上、ドラゴンズクラシックスでした。おさらいドラゴンズ。 天然温泉の緑感の提供でお送りします。最新のドラゴンズ情報をもう一度お伝えするおさらいドラゴンズです。報告は CBC 西村俊二アナウンサーです。では西村さん引き続きお願いします。はい、周期キャンプ今日から第2クールということになりましたが、今日をもって又吉投手と京田選手が侍ジャパンに向かうためにドラゴンズを離れるということになりました。はいはい、えー、先ほどのコーナーでもお伝えしましたが、又吉投手のコメントです。えー、コンディションは整わないなんていうことは絶対にやってはいけない。うん、日本シリーズクライマックスを戦ってきている選手もいる。自分 だけででできなないいは絶対に通用しないところです、うん、勝ちにこだわっていきたい。侍は勝つことが全てである。稲葉監督もそう言っている。うん、で、守護神としてという起用も、えー、考えられているということですが、それに関してはそのつもりでいる。3試合求められたところで全て一つずつ勝つっていくっていうことが当たり前じゃないですかという話でしたね。ねはい。今日は練習で49球ブルペンで投げました。うん、そして、京田選手のコメントも入ってきました。練習ととキャンンプでできることは全てやったドラゴンズの代表 として頑張っていきたいと思います、えー、セカンドの守備は動きが複雑でベースカバーとかやることが非常に多いですと、うん、先日の後半後白戦で守って本当に勉強になりました、うん、福本臨時コーチには低い姿勢でスタートを切ることの大切さを学びました、うん 故障するリスクが高いプレーはやめろと言われました。うん、例えばヘッドスライディングとか<ー>ということだそうですね。ああせっかくの実践の機会なのでいろいろ試したいですというそんなコメントも届きました。なるほど。ね、あの、福本豊さんというとヘッドスライディングをほとんどしなかったというね、<ー>そんな現役時代も過ごされてるそうなので、あ,<ー>あの、いや、そんなんしたら怪我するから危ないやないかって言って山田さんを一周したという話を聞いたことがありますが、ああ <laughs> はい。あの、その福本さんがおっしゃっているので、やっぱり怪我は危ないぞということでしょうね。うんうん、はい。その京田選手も今日セカンドでノックを受けたりとか、あとはショートの の方の練習もやっていました。うん、で、そんな中で最近ちょっと話題も出てきませんでしたが。 今日、岩瀬投手、兼任コーチが、名古屋球場にいまして、<う>ちょっと話を聞いてきました。で、あの、ブルペンで育成の木下祐介投手を指導するという場面もありまして、うん、あ、これ初指導かなと思って木下投手に聞いてみると、あの、去年、あの、今シーズン、ファームにいる時から実はいろいろ教えてもらってたんです、<う>という話で、はい、あの、岩瀬投手も本人、兼任コーチになったからといって何も変わりませんと言ってましたが、うん、まあ今までと変わらないスタンスでやっていくということだそうですね。まあ、あの気分としてですね。そうですね。うん、で、あの、今シーズン振り返ってもらうと、7月 8月からやっぱり疲れがかなり来ていたと。うん、で、あの、春先からあったんだけれども、8月には、あの、座骨、お尻のあたりが非常に痛んでいて、うん、で、それもあったので、ちょっと二軍の方で調整をさせてもらった。はいはい、もうあの、完全に自分じゃない状態だったという言葉を繰り返してした、ね。い、から志願してでしたっけ ?8 月の下旬にね、二、ねね、軍に落ちましたけれども、もうその頃はやっぱりその座骨であるとか、いろんなところの痛み、疲れというのがピークだったそうです。はいはい、で、9月は、あの、実際にその疲れとか取れて一軍に上がったんだけれども、うん、投げたかったんだけれども、まあ あの正直投げさせせてもらえませんで、ししたなんててて言って笑っ笑まあの、今後どうやって調整していきますかという話に関しては、この週末から鳥取の方に、またあのトレーニングジムの方に行くそうです。で、そちらの方でまた体を戻していくという作業をしていきたいと思ってます。うんうん、ただ、戻し方っていうのは分かってるんだけれども、 一昨年全く投げてなくて、うん、あ、去年全く投げてなくて、うん、で、今年50試合投げて、うん、実際にその戻し方で体が戻ってくるかどうかっていうのは、うん、まあ、年も取ってきてるので分からないので、うんうん、そのあたりはどれぐらいの期間いてどんなことするかっていうのは今は分からないけれども、うん、まあ、あの、戻し方は分かっているつもりなので、また、あの、体を戻して帰ってこようと思いますという、そんな話もしてましたね。はい。はい。というところで、岩瀬投手も、えー、来季に向けて指導という形になりました。はい。以上、報告は、CBC 西村俊二アナウンサーでした。 さて、お便りいろいろいただいてますが、こちら、関西のドラファンさん、FA 選手の宣言が解禁されましたね。うん、ドラゴンズは大野選手を取りに行くのではという話が出てます。動、え、向、ー、に注目しています。なんか情報入ってますかねということですけどね。はい、あの、今日、ホークスの鶴岡保守が FA 宣言をしたということなんですよね。はいはい、西山球団代表に聞くと、初耳だねと、調査していきますという話でした。うん、あの、キャッチャーはやっぱりね、取らなきゃいけないという気持ちもあるじないであのね、えー、ドラフトで中村選手を取ることはできなかったので、ということで。 のでこの大野選手を取りに行くというのは駒さんどうですかね。うーん、取りよりもそ育てた方がいいんじゃないですか。ああそうですか。うん、うん。キャッチャーいるじゃないですか一回。いっぱいは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 い。ねはい、松井喜文下ね、うん、そっちで育てた方がいいと思いますよね。杉杉山奈星。欲しいうん、うん。ということですか。うん。 はいえー、こちら、カットバシバシさん、ホ、えー、ークスの三軍の運営費およそ3億円なんですね。でも、外国人選手取るより、そちらにお金をかけた方が、将来的にはいいのかなと思ったりしましたと。1年で帰らないですからね、うん、その方が、ね。そうそうそう。外国人選手ってやっぱり当たり外れもあるもんですからね。はい、ということになると、やっぱり組織としてということ、そっちの方にお金をかけた方うがというふうにも思いますねはい えー、それかからどななたただったかな、えーとうん、ソフトバンクよりドラゴンズは広島や d n a がなぜ強くなり観客が球場に足を運ぶようになったのか調査をすべきだと思いますとドラミカンさんはそんなふうにもおっしゃってます、はい、あの確かにここはそんなに資金をかけてるわけではないのでということでね,そ,でねそのあたりどういう工夫があったのかも聞きたいと思いますね。うん、というところでお時間まいりました、えー、明日はですねドラフト2位の石川選手電話生出演ということなんで、はい、また質問があったらどんどん お時間まいりました。駒さんどうもありがとうございました。